マッサージっていうのはみんな分かりますよ。子供でも分かるのよ。マッサージって何かこうさすられたりとか、こう揉まれたりとかするでしょ、うん、だから仕事をする時でサロンとかやり始めた時とか一番やりやすい入りやすいのはやっぱりマッサージなんですよ。リンパマッサージイメージ分かるけど、服脱がないといけないんじゃないのって言われるわけですよ。そうでしょ、うん、フェイシャル、ああフェイシャル分かるけどあれってメイク落とさないとダメでしょとか、なんかね、世にイオン導入したりとかスチーマーかけたりとか、あれは大層な機械も使わないとダメですよねっていうイメージもある人多いわけですよ。でもマッサージって言ったらマッサージしてあげようか、あ、やってってなるわけですよ。そうでしょ、もうみんな分かるわけですよ。で、みんな知ってるわけですよ。だいたいマッサージでだいたい1時間で6000円とか10分1000円っていう相場みたいな、だいたい知ってるでしょ、うん、あ、だからまあそれはの金額やなと思うし、で、何か売りつけられるなんてこともないって思うし、なんか化粧品とかどんな化粧品使ってんのとか言ったら、なんか売りつけられるんじゃないかなとか、なんかネットワークビジネスでも始めたんだなこの人とか思うわけですよ。でもマッサージさせてって言ったら、あ、やってってなるわけですよ。まあ、考えるのはいくらぐらい取られるのかなみたいな感じでしょ、うん、だ一番やりやすいんですよ。どこでもできるし、座っててもできるし、寝ててもできるし、電車の中でもできるし、どこでもできるでしょ。で一番やりやすいんですよ、マッサージは。だからビジネス始めるときに一番最初に我々の業界でやりやすいのはやっぱマッサージってことですよ、うん、まあもちろんマッサージっていうのは本来はあんまマッサージ指圧師の方がね やるべきものなので、私たちの大きな声でマッサージとか言ってはそれはいけないんですけども、普通そのちょっとほぐしてあげるっていうことはみんなわかるじゃないですか、うん、肩凝ってないとか言って、私そこほぐすことできるんだけど、あ、おんなやってってなるじゃないですか。でやってたら、あ、なんかこんなことやってんのってなるじゃないですか、うん、だからマッサージっていうその技術も、まあ、言葉もすごくスムースに入りやすいわけですよ。だから整体とかリンパマッサージとかまたちょっと違うわけですよ。だから一番入りやすいのはやっぱマッサージから入るのが一番入りやすい、イメージしやすいから。でそこでマッサージをしながら自分の技術はどんなんなのかとか、自分の知識とか筋肉には起死停止があってねとか、そこをよく覚えとってねとか話ができるわけですよね。そして次のところにつなげることができるわけです。マッサージがやっぱり基本ですね。で服の上から触らせてもらえるから数多く練習もできるわけですよ。で筋肉のつき方とかやっぱりそういう張りとか緊張とかをこう服の上から触って分かってきますから、それが今度リンパマッサージやったり整体やったりフェイシャルやるときにも役立てるんですよね。